あげだまなのマナーモード、今夜も始まりましたマナーモード。パーソナリティを務めるのは私、あげだまな。シンガーソングライター、モデルとして活動している私、あげだまなが普段の生活や活動を通して感じたことや今気になっていることなどを気ままにトークしていきます。ラジオを聴いているこの時間はリスナーの皆さんにマナーモードになってもらおうという番組です。これからの55分間、あなたのスイッチをマナモードに切り替えてお楽しみください。それでは今日のトークテーマはフリーということで、今日はちょっとね、久々にの一人トークなので、ちょっと自由にね、フリートークしたいと思います。そして熊本とかのね、話もちょっとしてなかったなと思って、熊本どんな感じだったよっていう話もしたいなと思ってるので、ぜひ皆さん最後まで聞いてくれると嬉しいです。そしてなんかね、質問とか気になってることとかなんかあったら、ぜひぜひメッセージもお待ちしています。よろしくお願いします。ということでですね、先週はシンガーソングライターのね、ひとみさんに来てもらったんですけど、皆さんね、聞いてくれてありがとうございます。プライベートでもね、すごい仲良くさせてもらってたので、なんか変な感じしたんですけど、もしね、見逃したよっていう方がいたら、 YouTube でね、マナモードって検索するとマナモードの番組出てくるんですけど、なんか今回のやつはフリムーンラジオになってました、そういえばそうそう、なってましたよ。なんかひとみさんに送ろうと思っていろいろ検索してたら出てこないと思って、いつもだったら出てくるけど、だけどよろしくお願いしますキャンさんが直しといてくれるそうです。はい、ぜひ皆さんね、マナモードで検索して見てみてください。ね、CM ソングとかも歌っているので、沖縄ホーメルさんのね、ありがとうみたいな感じの CM ソングがあって、本当に素敵な歌声の方で、絶対沖縄の人だったら聞いたことあるんですよ。なので、ね、そちらもね、チェックの方よろしくお願いします。そう、なんか27月の今月ね、21日にレコ発ワンマンライブを控えているみたいなので、そちらも SNS とかでね、詳細はチェックできますので、那覇のね、Dセットカフェっていうところで、CD が本当は7月24日発売予定みたいなんですけど、そのね、7月21日のレコ発ライブでも、先着で販売するみたいなので、ぜひぜひ皆さん行きましょう。私も行くんですよ、実は。そう、なのですごい楽しみにしています。ぜひぜひチェックしてみてください。そして、そう、私の個人的なことなんですけど、私シンガーソングライターとして活動していて、あとモデルもね、ちょっとやっているんですけど、久々のね、モデルのお仕事の告知がありまして、かりゆしウェアブランドのマンゴープラスって皆さん知ってますかね。そう、私もね、こう撮影で初めて知ったんですけど、結構有名なね、マンゴープラスっていうかりゆしウェアのブランドがあって、その、カタログのモデルをさせていただきました。なので、そう、 SNS にもちょっとちょこっと載せてるので、ぜひぜひモデルあげなまなも皆さんチェックよろしくお願いします。普通にね、ネットとかでマンゴープラスかりゆしウェアみたいな感じで調べていただくと出てくると思いますので、ちょっと恥ずかしいんですけど、なんかね、やっぱいつもだったらなんか自分でこう写真とか撮るじゃないですか。角度とかね、ちゃんと細く見えるように撮れるんですけど、やっぱと人に撮ってもらうってなったら、結構もう顔がね、なんかやばいってなってそう、全部チェックしたんですけど、写りもっと勉強しないとなとか思って、シンガーソングライターもやりつつ、ちゃんとモデルとかもね、もっと勉強 しないとなって、そう改めてちょ思ったんですけど、はい、ぜひぜひ見てみてください。すごい新作のかりゆしウェア、めっちゃ全部ね、素敵なかりゆしウェア だったので、欲しいなって方がいたらね、ぜひ私が着ているものを買ってくれると嬉しいです。 そしてモデルの仕事ね、今月の7月の28、29だったかな、土日にまたブライダルのね、千代田の
ブライダルモデルもするので、そちらもなんか去年の夏もやったかな、多分今年の、そう半年ごとにあって、また夏フェスタがあるので、ぜひぜひ皆さんそちらもちょっと SNS などで告知しようと思うので、ご結婚考えている方だったりとか、なんか本当にいろんなブースが集まって、ね、いろんなドレスが見れたりとかショーとかもあるので、ぜひぜひ見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はねフリートークでいきたいと思うんですけど、皆さんぜひねメッセージよろしくお願いします。はい、番組へのメールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 YouTube ライブ配信、ツイキャス、サイマル放送でもお聞きいただきます。日線ラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの方は無料アプリ日線ラジオでお聞きください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。番組を聞きながらのメッセージもどしどしお待ちしています。アゲナマナのマナモード、この番組は Music for Your Life サードウェーブの提供でお届けいたします。隣で喋るんですか。隣で喋るっていう。でいきなりなんか今日のゲストはみたいな。今日はスペシャルゲストをお迎えしておりますっていうので。でも一回やりましょう、本当に。まあ、振られたらやりますよ。やりますか。じゃあ突然。はい、じゃあ間もなく CM 開けまーす。はい、今日も始まりましたマナーモード。今日のトークテーマはフリー。皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのメールアドレスは797@fmginowan.com。 ツイキャスでのメッセージもお待ちしています。ということで今日はね久々の一人トーク、フリートークをしております。ツイキャスメッセージありがとうございます。シュートさん、マナちゃんこんばんは。こんばんは。今日も聞いてくれてありがとうございます。ひーふーみーさん噛むっていう、お疲れ&お久しごっくんちょ。お久しですね、本当にお久しごっくんちょ。仕事終わって家にシャワーしに向かっています。お、そうなんですね。今日 FM ギノワンつくのいつもより遅くなりそう。あ、そうなんですか。気をつけてくださいね、ぜひぜひ。シートさん、インスタグラムでアップされていたマナちゃんのかりゆしウェア見たよ。あ、本当ですか、嬉しい。どうでした。どうでしたかね。ありがとうございます。塩田ブライダル夏フェスタもぜひぜひ見に来てください。なんかね予約が必要 みたいなんですけど、なんか結婚とかねされる方とかいたら一緒に来てもいいかもしれないですね、その方とかと一緒に。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、6月のね、ちょっと前になっちゃうんですけど、2週間前ぐらいかなに、初めて私熊本に行ってきたんですけど、まあ、その熊本から帰ってきた後のラジオお休みしてたので、そういえば熊本の話してないなと思って、そう今日はねちょっとお話ししたいなと思うんですけど、長くなっちゃうかもしれない、もしかしたら。ね、なんか
ぜひね、皆さんなんかさらっと聞いていただけたらと思います。なんで今回こう熊本に行こうかって思ったのかは、結構ねラジオでも前のラジオでもお話ししたんですけど、中学生の時に出会った詩人砂賀博さんっていう方の、砂賀博美術館っていうところが熊本県にあって、まあ、そこでね、まあ、もともとはなんかいつか行きたいな、そこに訪れてみたいなって思ってて、で遊びに行くっていう予定だったんですけど、まあ、せっかくなのでね、この美術館の方がライブもしていいよって言ってくれて、まあ、今回ライブを、初のね県外ライブをさせていただいたんですけど、でこの砂賀さんの詩にすごい私は救われて、まあ、中学時代っていうか、こう今までねこう頑張ってこれたので、その感謝のね気持ちを伝えたいなと思って、自分で砂賀さんに向けて書いた曲を持って熊本に行ってきました。で私ね、なんか熊本といえばゆるキャラくまモンじゃないですか。くまモンがなんか嫌いだったんですよそう、なぜかというと、なんかこの二十歳ぐらいの時にバイトをしてたんですね。でそこのバイト先がなんかホテルでバイトしてたので、まあ、観光客とかの方がやっぱいっぱい来るじゃないですか。でその時めちゃめちゃ痩せてて、そう、多分人生で一番ぐらい痩せてたかもしれない。結構もうなんかジムとかも通ってたし、ご飯も制限してたから、もう棒みたいな感じだったんですよ。なんか今写真見ると。で、その時なんかビアガーデンのやつで、ビアガールみたいな感じのバイトだったんですけど、まあ、ショーパン履いて、でなんか T シャツ、お腹出しの T シャツみたいな着て、こうバイトしてたんですけど、このくまモンの T シャツを着ているなんか男の人が、そのね、ビアガーデンに来て、なんかお姉ちゃんみたいな、中学生でしょとか言われてその時二十歳ですよ。で、なんで中学生に見えますみたいな、若く見えます、ありがとうございますって言ったんですよ。そしたらなんかその人が、いや、なんていうの、幼児体型だからみたいな感じで言ってきて、めっちゃ嫌だと思って、なんかショックで、そうそうそう、まあ細いからね、多分幼児体型って言った、この表現したんだと思うんですけど、なんか結構ショックで、なんかもっと女性らしくなった方がいいよみたいな感じのことを言われたんですね。でそれで、まあ、その人くまモンの T シャツ着てたけど、今思えば熊本出身ではないかもねもしかしたら熊本出身の人がくまモンの T シャツ着てるとは限らないしって思うんですけど、なんかそう、くまモンの T シャツ着てたその人がこういうこと、その人からそういうことを言われたから、ちょっと印象が悪かったんですよね。だけど今回ね、熊本に行ったら、もうくまモンめちゃめちゃいっぱいいて、もう癒されて、しかも熊本の人めっちゃいい人で、みんななんかこのご飯食べに行った時もすごいおもてなしをしてくれるし、しかも方言とかも教えてもらって、なんか熊本に来て嬉しかばいとか言ったらみんな喜ぶよとか、なんかそういうね言葉とかも教えてもらったりとか、そうそう、すごい温かいところで、もうくまモンがまず大好きになりましたそう、くまモンのね、なんかやつも買いましたよ私。で、まあ、何の話かな、熊本に行った話、やばい全然進まない、まあ、くまモンの話はちょっと終わり一回置いといて、あ、シュートさんありがとうございます。熊本県は修学旅行で一度しか行ってない。お、修学旅行熊本だったんですか。なんかキャンさんとかもね、熊本行ったことあったんですよね。修学旅行って大体九州もありますよね、うん、確かに。私たちの時代はあれでしたね、関西でした、長崎、なんとか、三井グリーンランドがあるところってどこでしたっけ、はいはいはい、長崎ですよね。三井グリーンランドは熊本だと思います。熊本なんですか。熊本だと思います。じゃあ私熊本行ったことありますそうです、そうです嘘ついちゃった。だ、僕たちも中学生の頃は、福岡で降りて佐賀を通過し、はい、長崎に行って、で長崎で平和学習して、で熊本に行って熊本で、三井グリーンランド遊んで、待って、でその後大分でスキーをして、で福岡から帰る
っていうのが大体多かったですね。やっぱ近いからね、なんか熊本県に入ってると思ってなかったです。そうなんだ。フェリーとかで渡りませんでした？あ、渡りました。ですよね、渡りました。ちょっと嘘つきました皆さん、すいません。私熊本2回目でした。まあ沖縄の人あるあるということで、行ったことありました。三重グリーンランド行ったことあるや。しかも小学生の時に。あ、小学生の時に行ったんですね、うん、あのマーチングしてたんですよね私、はいはいはい、そうそう、マーチングしてたので、その時の九州大会で、うん、三重グリーンランド行ったんですよ。おー、じゃあ行ってるや熊本。はい、うん、ということで、じゃあ2回目ね、なんかちょっと縁があるかもしれないですね、1回行ってるってことは。そうで、なんか1日目はまだ1日目の話ですけど大丈夫ですかね、1時間で話せるかな。あの熊本城とかをね行ってきたんですけど、やっぱり熊本の震災があったじゃないですか。なのでやっぱり中には入れなくて、まだ工事中、修理中で、しかもね、あと30年かかるっていうのが書かれてたりとか、やっぱ生々しくこの地震の震災の大きさを物語るような、こう建物がちょっと崩れている部分が残っていたりとかで、山とかもね、本当に何だろう、土砂崩れっていうのかな、とかの部分がすごい残ってて、まあ、それそういうのを見ながら、なんか、あ、地震すごいやっぱり大きい被害があったんだなっていうのを改めてこう目で見て感じて、でこう私にもね、なんか力になれることはないのかなってすごい思ったし、なのでなんかライブとかで、自分が主催のねライブとかでちょっと募金箱とかを設置できるところは設置して、なんかそういうのからね少しずつ始めていけたらなってそう思ったので、まあ一応行ってよかったなってすごい思いましたね。で、馬刺し、熊本といえばね、馬刺しじゃないですか。私馬刺しめちゃめちゃ大好きで、もともと結構ね、なんだろう、お父さんとかがすごい馬刺し好きなので買ってきたりするんですけど、沖縄で売ってる馬刺しってなんか凍ってるやつなんですよ。解凍して食べるみたいな、わかります？生で食べたことなくて、私はそれでなんだろう、シャキシャキのイメージだったんですよ馬刺しって。勝手に凍ってるのを溶かして食べてたから。だけど熊本行って本場の馬刺し食べたんですけど、めっちゃ美味しいですね。もうハマりました。私2泊3日行ったんですけど、3食ぐらい食べました多分馬刺し。うん、ぐらいすごい美味しくて、で馬刺しって赤身肉だけしか私知らなかったんですけど、縦髪とかなんか本当に全部の部分を食べれるみたいで、縦髪がめっちゃ美味しかったんですよ。なんか白い、なんだろう、なんか表現できないんですけど、結構甘みがあって、なんか上品な脂っていうか感じで、もうめちゃめちゃ美味しくて、ちょっとまた馬刺し食べに行きたいなみたいな。しかも馬刺しの煮物とかね、なんかいろいろな料理があってすごい美味しかったな。またなんか食べに行きたいなと思うんですけど、そう、そういうのを、まあ、1日目はね堪能して、まあ、温泉に行ったりとかしていたんですけど、で2日目に、やっと2日目の話になったけど大丈夫かな。2日目にこの砂川広志美術館がある小国町っていうところに行ってきたんですけど、まあ、熊本市内から本当に2時間ぐらいかけて、まあ、山奥にあって、で本当にね、なんだろう、まあ、沖縄では見れない大自然がわーって広がってて、なんかもう心がすごい癒されて、なんかいつも私移動中とか、しかも2時間もあるじゃないですか、車寝るんですけど、なんかもうずっとこうやって眺めて見てましたね、眠らないで、ぐらい本当に綺麗な自然が広がっていて、で、まあ、砂川広志美術館にたどり着いたんですけど、その時ね絶対に泣かないって決めてたんですよ自分の中で。感謝の気持ちを伝えてから泣こうっていうのを決めてて、そう。で、強い気持ちで、この美術館に入ろうとしたら、なんかこの、入る玄関っていうか、入り口のところに、砂川さんが、こう、自分で書いてくれたメッセージが、ボンって貼り付けてあって、
なんかマナちゃんよく来たねみたいな、このようこそみたいなのがメッセージが書いてあったんですよ。もうそれを見て即号泣っていう、なんかそうそう、もう泣かないって決めてたのに、もう泣くじゃないですか、そういうのされたらね。で号泣しまして、ちょっと落ち着いて中に入ったんですよ。そして中に入ったら私のね曲が流れてるんですよ。 CD が流れてて、もうそれにも感動じゃないですか。あ、なんか本当にありがたいな、流してくれてるんだって思って、でステージまで作ってくれてて、普段ね美術館なのでこうライブとかはあのなかなかしたことがないみたいなんですけど、私のためにステージも用意してくれてて、でなんか横断幕っていうのかな、なんだろう、ステージのこのね後ろにまたあげなまなフリーライブみたいな感じののをあの直筆で書いてくれてて、本当に今まで立ったステージ本当にねの中で一番最高のステージでした。もうめちゃめちゃそう、それでまず感動したんですけど、あのでその後に、ね、その時まだ須永さんと会ってないじゃないですか、だけど号泣しててで、まあ、その30分後ぐらい、なんか1時間ぐらいあったんですね、ライブまでね。で30分ぐらいちょっとゆっくりしてたんですけど、なんと須永さんがライブ前に私に会いに来てくれて、よく来たねって言ってくれて、でなんかいろいろねこうお話をし始めて、それでも号泣してそうそう、もうなんかライブ始まる前からずっと泣きっぱなしでっていう感じだったんですけど、で私のライブが始まる前にちょっと講演をしてくれてね、あの私と出会ったことだったりとかっていうのをお話ししてくれて、その後にライブだったんですけど、で、あげなまなさんですって言ってこうステージに立とうとした瞬間に見覚えのある顔が目の前にあったんですよ。で、え？みたいな、ちょっ と立ち止まってしまって、なんとですね、中学2年生の時の担任が沖縄からはるばる駆けつけてくれてて、そうそうそう、もうね、なんか、え？もう最、なんだろう、本当にフリーズしましたね、なんか一瞬。え、なんでここにいるの？みたいな感じで、そう、なんか、私がこう学校がね、こう行けなかった時期があるっていうお話をしたと思うんですけど、まあ、中学2年生の時ほぼ行ってなくて、その時の担任の先生で、でも私のことを気遣ってくれて、本当になんだろう、行きやすくなるように、あの、みんなからのメッセージを家に送ってくれたりとか、なんか、合唱コンクールあれから一緒にやらないとか、なんかね、いろいろ本当にお手紙をよく送ってくれてたんですよ。で、その気持ちとかもすごい伝わってたし、でも、なんだろう、ありがとうっていうことを言わずに中学生を卒業しちゃったんですよね、私は。なので、まあ、その先生も私に何もしてあげられなかったっていう、なんかちょっと後ろめたい気持ちがあったらしくて、それをね、ずっとね、10年間ぐらい持ち続けてたっていう話を聞いて、もうなんか、それでも号泣してなんか、いやいや先生の気持ち本当に伝わってましたって言って、なんか本当にあの時はなんか迷惑かけてすいません、ありがとうございましたって素直なねこう気持ちを伝えられて、なんか打ち解けられたっていうか、そういうドラマもあったりだとか、もっとあるんですよねそう、結構本当に一日ですごいたくさんのことがあって、でね、本当にはるばる沖縄、大分、北九州、鹿児島からね駆けつけてくれた人もいて、山奥だから人来るか心配だったんですけど、でも本当に満席で皆さん聞いてくれて本当に幸せな時間でした。そしてラジオのねリスナーさん、くにちゃんさんも来てたんですよ。すごくないですか？もう超嬉しかった。私全然気づかなくて、やっぱ会ったことないじゃないですか。で、なんか花束をいただいたんですよ。そう。で、花束いただいて、普通にありがとうございますって言って写真撮って終わっ、そのまま置いてたんですけど、花束。なんか、くにちゃんさんが、あれ見て、あれ見て、みたいな感じで言って、メッセージ見たら、くにはり、みたいな感じで書いてて、もう超びっくりして、あ、もうとっても嬉しかったです、本当に。聞いてるかな？まだ聞いてないかもしれないんですけど、本当にね、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しかったです。
なんかまた九州とか県外にね歌いに行けたらな近々ね、うん、思ってるので、なんかその時はマナモード聞いてくれてる皆さんもぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。なんか本当にラジオやっててよかったなって思える瞬間でした。うん、本当によかった。いつもたどたどしいなんか口調で話してるけど、なんか聞いてくれてる人いるんだな、なんか思いをが伝わってる人もね、いるんだなって思えて、もっとラジオ頑張ります私そう、はい、ありがとうございました。ということでね、ちょっとお話ししすぎたんですけど、ちょっと曲を聴いてもらいたいと。ごめんなさい、なんかプログラム間違ってます。あ、大丈夫です大丈夫です。じゃあこれ終わってからします、流しますね。はい、急に CM 行っちゃう。いやいや大丈夫です。スイッチで行くように帰ったはずで。あ、大塚健二さんまだ沖縄にいるんだ。ちょっと CM 入っちゃいました。ごめんなさいです。いやいや全然大丈夫です。曲紹介してから曲流して、またちょっと残りお話ししますね、はい、あとツイキャスの皆さんぜひコインを、はい、ツイキャスの皆さんぜひコインをとかでめっちゃ言うやつ。嘘です嘘です。マナーモード。あげなまなのマナーモード。今日のトークテーマはフリー。まだまだメール、メッセージをお待ちしています。ツイキャスでのメッセージもお待ちしています。ということで、何の話でしたっけ？とかね。ツイキャスメッセージありがとうございます。シュートさん。中学の時に初めて本場の馬刺し食べて、美味しいよね。ねえ、本当に。美味しいですよね。中学生の時に食べたんですね。羨ましい。本当に美味しかったです。馬刺し。ぜひね、皆さん、たてがみ食べたことない人、食べてみてください。熊本行った際には。もう本当におすすめ。大塚健二さん、こんばんは。沖縄市からツイキャスで見てます。あ、ありがとうございます。沖縄にいるんですね。天パ館長？あ、アニーさんね。天パ会長のお店に行きたいです。そう、なんか実はね、悲しいお知らせがあるんですよ。天パ会長、アニーさんが経営していたバー、ゲートっていうところがね、石川県って言おうとした、間違えた。すぐ嘘つく。石川にあるんですよ。沖縄県の石川にあるんですけど、なんとですね、6月をもって、閉店ガラガラしちゃったんですよ。残念。そう、私も最後にあと1回行きたいって思ったんですけど、もちろん早かったらね、もしかしたら行けたかもしれないけど残念です。でもね、アニーさんもまたゲストで呼びたいと思います。シグナスさん、マナさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。で、違うところに手振っちゃった。皆さんコインありがとうございます。だけど、あ、延長できますって。大丈夫、大丈夫。イエーイ、嬉しい。ありがとうございます。皆さん超優しい。コインね、ありがとうございます。大塚健二さん、ホームレスに、いや、ホームレスではないですよ。ちゃんとね、お仕事、昼のお仕事を一本に絞るみたいな、ちょっとプライベートの話してるけど大丈夫かな。じゃあちょっとその話は後でしますね、大塚健二さん。個人的にね、ちょっと教えますので、はい。ということで、フリートークで今日はお届けしてるんですけど、熊本にね行った話をしました前半。またちょっとね、まだまだ話できてないので、後半もお話ししたいなと思うんですけど、ここでね、ちょっと曲を聴いてもらいたいと思います。私が砂賀ひろしさんにね書いた曲を持って、ライブを今回しに行ったんですけど、その曲を聴いていただきたいと思います。
聞いてください。言霊。冷たくて灰色の言葉の壁に押しつぶされそうで、暗く狭い部屋の中、心にまでも鍵をかけて、注ぎますように。
マナーモード。あげなまなのマナーモード。今日のトークテーマはフリーでお届けしています。須永さんに書いた言霊っていう新曲をお届けしました。皆さんいかがでしたか？じゃあね、本当に何だろう、この須永さんに対しての感謝の気持ちを書いたんですけど、やっぱりありがとうって本当はね、伝えたいのはシンプルじゃないですか。感謝の気持ちイコールありがとうなんですけど、あえてね、このありがとうっていう言葉を入れずに、感謝の気持ちを表現して、書いた曲です。聴いてくれてありがとうございました。ということで、ちょっとね、また後半も熊本のね、ストーリーのね、お話をしたいと思うんですけど、ですね、そう、はるばるね、沖縄から中学2年生の時の担任の先生が来てくれたりとか、くにちゃんさん、ラジオリスナーさんがね、来てくれたりとか、北九州とか鹿児島とかいろんなところから来てくれた中に、なんかリカちゃんっていうね、女の子が、小学を卒業して今年から中学生になったのかな、の女の子がいて、その子もね、同じようにこの小学生のね、ちょっと6年間っていうかな、あんまりね、学校に行けなかった子みたいだったんですけど、須永さんに出会って学校にね、行こうと思って行けるようになったっていう子がいて、その子も見に来てくれて、で、この言霊っていうね、曲を聴いて、やっぱりなんだろう、なんかどこか共感する部分っていうか、自分の中であったんでしょうね。なんかすごい泣きながら聴いてくれてて、なんかこの終わった後にもね、お手紙とかもらったりして、で、CD もその子に送ってたんですよ、事前に。そしたら CD も聞きましたって言ってくれて、で、なんかこの手紙にね、私も実は音楽が好きで、で、なんか最近から独学でギターも始めたんですみたいなことを書いてあって、なんかね、なんかその子がね、またシンガーソングライターになるかはわからないんですけど、なんか夢を持って、また夢を叶えてっていうことを想像したら、なんか私にも、なんかこうや、できることがあるのかもしれないっていうか、なんか希望が持てましたよね。なんか、こう、自分が経験したことって、すごいやっぱり意味があって、なんか、こうやって私は、また同じような経験をしている人を勇気づけるためっていうか、何かきっかけを与えるために、この経験があったのかなっていうのをすごい思って、これからは与えられる側ではなく与える側になりたいなっていうのをすごい思ったライブだったんですけど、皆さん、メッセージありがとうございます。読みましょうね。ありがとうございます。台湾里吉さん、こんばんは。こんばんは。台湾行ってきました。お、台湾行ってきたんですか。いいな。私も去年ね、台湾行ってきたんですけど、行きたい。最近ね、安いですもんね、本当に。気軽に。また夜市行きたいな。夜市行きましたか？エビ釣りがね、すごい楽しかったから、もう一回行きたい。やりましたか？エビ釣り。いいな、いいな。大塚健二さん、出会いたいと思う思いは通じるんでしょうね。ねえ、なんかね、なんだろう。最近本当にそれ思ってて、会いたいって思った人とかに会えてる気がします。で、なんで会えてるかって考えた時に、やっぱり自分で言葉にしてるからかなって思いました。会いたいって思ったら会いたいって言ったりとか、で、それに、なんだろう、周りの人が動いてくれるんですよね。なんか自分の思いを伝えると。だから伝えることってすごい大事だなと思ったし、やっぱ言葉の力、この言霊っていう曲もそうなんですけど、
言葉ってすごい力を持ってるなと思ってて、だからいい言葉にはプラスの力があって、悪い言葉にはマイナスの力があるので、いい言葉をねいっぱいいっぱい言っていきたいなみたいな感じで思っているんですけど、ひふみさん、いい曲、ありがとうございます、嬉しい。ちゃんとね、あのこれは結構バーって自分で弾き語りで一発で録音したものなので、ちゃんと音源ができたらまたね、あの流したいと思うので楽しみにしていてください。台湾さときちさん、くにちゃん会ったの、そうそう会いました、本当に嬉しかった、よかった、すごい優しい方でしたね、ありがとうございます。ひふみさん、お、その子の希望になれたんだね、よかったね。ね、慣れたかどうかは分かんないんですけど、でもなんか何かしらすごい笑顔で帰っていったので本当に嬉しいし、またねちょっとあの手紙もらったので、その返事もあの今からね送ろうかなと思ってるんですけど、なんか背中を押せたらいいなと思っています。つーくんさん、ありがとうございます。その服着たい、お。そう、今流行りのねアシンメントリー、なんかすごいですよね、あのなんか一個が、説明できない。最近この左右非対称の洋服流行ってるんですよね、そうそうそう、だからちょっと流行りを取り入れてみました。ありがとうございます、着てみてください。男の人が着たらどうなるんだろう、わかんないけど。大塚健二さん、いつどこで何がどうなるかわからないから、自分の思いをただ見せ続けていくことなんでしょうね。まさにそれだと思います。本当にね、大塚健二さんすごい私の気持ちを代弁してくれますよね、いつも。ありがとうございます。そうですよね、本当に。だからなんかテイラー・スウィフトのライブもなんか絶対見たいって言ってたら去年ね叶ったし、CD も出したいって言ったら出せたし、あとはそう、あと一つね、あのそうお話ししたいことがあって、時間あるかな、待っても、あのちょっとハイスピードで話しますね。あと一つ一番話したいことがあったんですけど、なんとですね、このライブの時にライブが終わって、で須永さんって詩人なんですけど、あの、ま、曲もねなんか趣味っていうかで書いてたみたいで、なんかそれを取り出してきたんですよ。実はなんか私も曲を書いててみたいな、3曲ぐらいあったんですけど、でその中で一番なんか自分が大事にしたい曲がこれなんだよねって見せてくれたのが、微笑みを絶やさずにっていうタイトル の曲 でその曲をなんか自分は歌えないから誰かに歌ってもらおうってずっと思ってたらしいんですよ。で、なんか見つかったって言ってくれて、私にその曲をね託してくれたんですよ、実は。はい、なのでその曲を今ね、あの制作中なんですけど、しかもねその曲でなんか私を紅白に連れて行ってくれって言ったんですよ、須永さんは。そうで、なんだろう、私その時ね、なんだろう、自分の中で限界決めてたなっていうことに気づいてたんです、気づいたんですよね。なんか紅白って無理でしょって普通思うじゃないですか。だけどなんか、須永さんに言われたらできる気が したんですよね。実際なんだろう、いろんなね本当にお話を聞かせてもらったんですけど、子供がもうできない体です、あなたはって医者に言われた方に、まあ、詩を書いたみたいなんですね。そしたらその方、子供ができたみたいなんですよ。絶対できないって言われてたのにできたんですよ。で今子供が2人いて幸せに暮らしているっていう話とか聞いたりとか、だから言葉にはすごい力があるし、なんか自分で制限したらダメだなって思ったんですよね。多分気持ち次第なんだと思います、きっと。だからまあ紅白とか無理でしょうって思ってたんですけど、思ってたし、なんかうまくいくかどうかもわからないしって思ってたんですけど、でもできるかもしれないって思えたので、やります私。っていう、本当にそういう、なんていうかね、力、みなぎる力っていうか、なんだろう、をもらいました、本当にパワーを。そのね、熊本のライブでパワーをいただいたので、絶対にその曲で私は紅白
出場目指して頑張ります。なので皆さんぜひ楽しみにしていてください。なんかみんなで歌えるようなキャッチーな曲にできたらなと思いますので、そう、多分ちょっと時間はかかるかもしれない。すごいね、大切に大切に、あの砂川さんも大切にして温めたできた曲なので、私ももう本当に素敵な曲にして、世の中にね出したいなって思っているので、はい、ぜひ楽しみにしていてくださいっていうことをね、一番お話ししたかった。危ない、またさ時間なくなってからあれするところだったけど、ありがとうございます。あら、拍手、拍手も起こりました。はい、ということで、あ、メール2通来てるみたいです。嬉しい。メールの開き方また忘れちゃった。あ、これかな、受信トレイかな、はい、ですよね、はい、受信トレイをタップ、はい、タップしました。ラジオ上から2つですね、はい、じゃあこっちから読みます。メールありがとうございます。マナティさん、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム中野町の和樹です。お、中野町の和樹さん、ありがとうございます。テーマがフリーなのでどうでもいい報告します。お、何でしょうか。私も12月熊本に行くことにしました。おー、本当ですか。女子ハンドボールの世界選手権見に行きます。お、世界選手権があるんですね。先ほどチケットも買ってきました。あとは宿と航空券と休みが取れればいいのですが休みまだ取ってないんですか取ってください。まだ12月だから間に合うと思います。いいですね。ぜひね、その時にね、もしお時間があったら砂川博士美術館にも遊びに行ってみてください。本当にパワーがもらえる場所なので、いいね。そして馬刺しも食べてくださいね、たてがみもはい、メールありがとうございます。そして感想も聞かせてくださいね、熊本行った感想もありがとうございます。そしてあと1通来ております。こんばんは、大塚健二と、あ、大塚健二です。あ、そっか、ケンジーになったんですよね。ケンジー、放送とは異なりますが、うちのマナはお母さんになり、息子、かっこ私からは孫のハヤトくんはすくすく育っています。放送楽しく聞いてます。かわいい、めっちゃかわいい。写真をね、貼り付けてくれてるんですけど、かわいい、めちゃめちゃかわいい。しかも幸せそう。ありがとうございます。嬉しい、こういう報告嬉しい。しかもね、私と同じマナなんですよね、名前が。かわいいなぁ。私も子供欲しいなぁ。ありがとうございます。ということでね、ツイキャスに戻りたいと思います。あともうちょっか時間。ツイキャス戻れました、はい。ということで、メールもね、皆さん、ありがとうございます。どこかな。台湾里吉さん、メッセージありがとうございます。最近タピオカ多すぎ、カエルの卵って来てるんですけどね、タピオカブームめっちゃ来てますよね今ね。なんかもう、なんだろう、ショッピングモール行くたんびに超行列みたいな。そう、熊本でもちょっと買い物 しになんか行ったんですよ。そしたらね、あのやっぱタピオカに長蛇の列ができてて、でもあれすごい中毒性ありますよね。飲んだことあります？タピオカ。初めてこの前飲みました。あ、本当ですか？どうでした？はい、感想は。うん、甘いな。でもなんか甘さとか自分で調節できるんですよ。あ、あるらしいですね。わかります？無糖にして、うん、タピオカ味ついてるから、はい、みたいな感じののもできたりとかするんですけど、自分が行ったところは飲み放題のところだったんで、タピオカミルクティーを、はい、あ、ミルクティーというか、まあだからソフトドリンクに入れてもいいし、なるほどなるほど、ティーに入れてもいいし、へえ、そうなんだ。ステーキ食べ放題のお店だったんで、はいはいはい、だからそこでタピオカも飲み放題でしたなるほどね、はい、なんかそうタピオカね、めちゃめちゃあれなんですけど、なんかカエルの卵って言われたら嫌ですねそれに見えてくる、嫌だ。でもなんか中国で、すみませんね、ちょっとタピオカの話になっちゃうんですけど、中国であのタイヤをタピオカの原料にして安くするために、であの
なんか病院でこのやっぱタイヤって消化しきれないじゃないですか、ゴムなので、あのお腹にめっちゃタピオカが溜まってる事件みたいなニュースやってたみたいで、友達から教えてもらったんですけど、なんかその話聞いたらもうタピオカいいやみたいな思って、したら私今タピオカ立ってます今タピオカ立ちしましたちょっと。なるほど、うん、でも日本は絶対安全なんですけど、でもタピオカ結構太るっていうじゃないですか、カロリーもね高いので、なんか逆にそういうなんだろう脳をインプットして自分の中にタピオカイコール悪いみたいな、飲まない子みたいなそうそうっていう感じにしてます私は。たまに飲むのはいいけどね。ということで皆さん気をつけてくださいね、飲みすぎ、飲みすぎ注意ですよでこの音楽が流れたということはもう少しでマナモード終わってしまうんですけど、ちょっと告知をねいつも忘れちゃうのでここでしたいと思います。7月の16日火曜日、来週ですねに、首里にあるアルテ崎山さんでライブがあります。リュウさんっていうね方がツアーでこの沖縄に来られるんですけど、そのゲストで私も出演させていただきます。で出演アーティストがめちゃめちゃ豪華で、リサちゃんっていうね、私と同じ年でプライベートでも仲良くさせてもらってるんですけど、あの X ファクターっていう番組の R3 のこの女の子ね、3人組の女の子ボーカルを務めていたリサちゃん、今はソロで活動をしているんですけど、そのリサちゃんっていうすごい素敵な歌声の子と、あとセリカちゃんっていうね、最近このワンマンライブもすごい大成功させて、本当にかっこいいねギターと歌で観客を魅了 しているセリカちゃんっていうアーティストさん、そして私の3人がゲストで出演しますので、ぜひぜひ皆さん見に来てくれると嬉しいです。オープンが7時、開演が7時半からになっています。そしてチャージが1500円になっています。そうですね、予約は、アルテ崎山さんにお問い合わせでも大丈夫ですし、私の SNS から、メッセージ送っても大丈夫なのでよろしくお願いします。そして今日はね、実はなんかジェシー君っていう私のまた同級生がいて、その方のライブ、ジェシー祭りバースデーパーティーっていうライブが那覇であるので、このラジオ終わってすぐ私も向かいます。もしね行く方がいたらぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日もね、今日は久々のフリートークだったんですけど、皆さんメッセージそしてメールも送ってくれてありがとうございます。一応ちゃんと自分の話したいことは話せたから満足です私は自己満だけど、はい、ということで来週はね、また素敵なゲストをお迎えしてお届けしたいと思います。三振ガールゆきのちゃんっていうね私の同級生、すっごいパワフルな子なので、皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、そして日曜日ですね、このマナモード再放送もしています。日曜日の夕方4時から、やってますので、ぜひぜひ聞ける方はそちらも聞いてください。はい、ということで、あ、くにちゃんさん、さっき話しましたよもう終わっちゃうけど、ぜひね来週も聞いてください。それではあげなまなのマナモード、あげなまながお届けしました。それではまた来週。すいません、なんか、はい、バンズでこの追加するのメッセージが今来ましたなんか、なんだろうね、コメントね。男子は女子の明るく見える、気のせいかな、軽いですよなんか男子でね、タンクトップとかキャミソールとか着れないですもんね。
なんかちょっとゲイに勘違いされちゃうかも。あ、まあでも自分細いから別に気にしないね。タンクトップはまだいいけど、タンクトップの上にシャツとかでよくやるの、うん、なるほどね。皆さん今日も聞いてくれてありがとうございました。なんかこれじゃないのかな、ん多分違うやつ見てるかも私。また怒られるありがとうございました。動画のこのあれができないんです終了みたいな。ああ、本当大丈夫ですか。大丈夫ですよ、後で僕がやっていきましょう。あ、お願いします。多分まだ今ライブ中だと思います。あ、大丈夫です。